泉義郎は、日本の詩人、教育者、名瀬市長、鹿児島県大島郡一線町出身、1924年鹿児島県第二市範学校を卒、卒業後は、笠り村の小学校で訓導となり、試作を行う、1928年上京し、東京市内の小学校で勤務する、1939年に帰郷し、 小学校の教頭、校長を務める。戦後、奄美群島は、米国民政府の統治下に置かれ、住民による奄美群島祖国復帰運動が起き、泉はその中心運動の指導者になった。1950年、奄美社会民主党が結成されると、泉は初期長となり、後に委員長に就任した。翌1951年、 アマミ大島日本復帰協議会が結成され、泉は議長となった。同年8月1日から5日間のハンガーストライキを行い、多数の住民もこれに参加した。1952年9月に、なぜ市長に就任。市長就任後も復帰運動を続けた。11月に上京し、政府関係者やアメリカ大使と面会し、復帰を陳情した。 1953年12月25日、天見軍党は正式に日本に復帰した。翌1954年1月になぜ市長を辞職した。同年2月の天見軍党復帰に伴う暫定措置法に基づく選挙による衆議院補欠選挙で日本社会党右派公認で天見軍党区から立候補したが15,763票と2位となる。 この選挙では、法定得票数を得た候補者がいなかったため、2ヶ月後に再選挙が行われた。再選挙では17,874票と1回目の得票を上回ったが、1回目の投票で3位だった安岡武久が24,965票を取り、当選者となった。その後、1958年の第28回衆議院議員総選挙に立候補したが、 落選した。翌1959年死去。ありがとうございます。